よし、やっていきますか。ただいま時刻が20時半ということで、あと30分でこのフェスも終了となりますが、じゃあ頑張っていこうぜ。ここまで来たらマジで勝ちで、結構やったんだよな今日。今ねチョキのなんとかかんとか3まで来てるんですよ。めっちゃ頑張っとる。待ってね、落ち着け。でこれさ、一番最初さ中間発表で、ま、チョキが1位だったから、これ多分真ん中になってるんだろうな。めっちゃ有利じゃんとか思って結構テンション上がったんですけど、今思えば真ん中にいることによって、ま、リンチに似合うんすよね。ボコられるっていう結構不利だなって気づきました。よし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 、まず1人やって、真ん中はねできれば守りたいから、真ん中ほんまにみんなで防衛しような。今マジでいいチームよこれ、すごいいいチーム。2人で分かれて、ちょっと黄色の方が心配やな。黄色しばきに行こうか。大丈夫、やられた、やられた。 OK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 、 それは俺がカバーせざるを得ないな。何これ、あ、カニさんか、カニさんか、カニ三角。そんなことできるのか、プライムシューターの強みよね。マイバット、どうなるよこれ。真ん中ナイス、ほい、シールド貼ってあげよう。ほんでちょっと黄色がだいぶ優勢やから、黄色塗り返していこうか。黄色塗り返してスペシャル溜まったら、そのまま行きたかった。いやでもだいぶ塗ったぞ。おっ、いいんじゃない。いやナイスだな。じゃあほんまに助かる。じゃ最後の30分このチームで行こうな。これここ大事よ、ここ大事よマジで。ナイス、黄色が来てる、黄色が来てる。めっちゃいじめられてる。あ、すごいいじめられてる。なんでこんないじめられんのってぐらいに。頼むで。オッケー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 。でスペシャル溜まったから、でこれを青サイドに打っといて、で黄色側に攻めていこうか。攻めていこうな。1人落ちてる。だがしかし高低差をうまいこと使っていけば勝てる。ナイス。ちょ、今一発も当たらんかったけどシールドが効いたな。これシールド強いよね。よし、オッケー。なんか倒れてはる、なんか知らんけど。おお、しゃしゃしゃ、スペシャル使わせへんかったぞ。攻めようぜここ、一番ええところやで。上行ったんか、ごめん。倒そう、これ倒そう。オッケー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 、いいコンビネーション、いけるぞ俺たち。あと30秒、これ青くるやろ。来た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 、よし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 。ほんで黄色側に打とう、黄色側に打とう。今ちょっと黄色が盛り返してきてるから味方の支援に行ってあげよう。ナイス、あとは真ん中守るだけ、あとは最後真ん中守るだけ。よーし、オッケー、いいんじゃない。これは来た、このチームで最後駆け上がろう。30分間いいねー。またや、また鳥からバトル。え、最後の1時間とかさ、これしか出えへんのかな、鳥からバトルしか。いや結構ねやってたんやけど、マジでこれしか出てこえへん。よろしくお願いします、頑張っていきましょう。ういできればローラーと52ガロンね。ローラー率が高いねんな相手、気をつけなあかんな。真ん中まで攻められるとちょっと打開策が難しそうやんな。たまんの早ないスペシャル、これ結構時間無駄にしてんのかな、こういうところ。スーパーシグナルが出現した、守れ守れい。来た、ローラー、ローラーさえ落とせればな、だいぶでかいんやるけどな。よし、スペシャルたまった、これ打ち落としたいね。オッケー、あれで黄色側はなんかすごない、うち強すぎん。ごめーん、ごめんごめんごめん、もうちょっと俺の援護が早ければ。でも2人落ちとるから、あと任してマジで、ほんまに任して。ナイスナイスナイス。黄色サイド、あともう1人どこ行った。おった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 、おーしよしよしよし、黄色サイドもオッケーオッケーオッケー。黄色サイダー2人封印したが、マジか、すぐ行く、すぐ行くぞ、すぐ行くぞ。よし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 、いやでもまずいなあれ、どうしようか。
頑張れ黄色サイドで解くわ。いい、頑張ろう。やばい、頑張ろうしかねえ。ほんまに実況どころじゃない。ここ勝ちたい、本当に本当に勝ちたい。やめて、あー憎い、この世の全てが憎い。なんていう強さ、メガホンレーザー俺も使ってるけど、青が有利やねんな、青が有利やねんな。じゃ青、青をしばきに行こうぜ。このさ、スプリンクラーのやつが強いんよ。ほんまに1人分ぐらいの活躍しおるからさ。来たね、来たね、来たね。降りてこいよ、降りてこいよ、俺と戦おうぜ。俺と、待って待って、ごめんなさい、下がるわ、一旦下がろう。でローラーちゃんがいるから、じゃあ変な、待って、一旦下がろう。じゃこれナイス、間違って打っちゃうんよね。癖が抜けぬ。何これ、ビーコンか。ビーコン強いよな、あれガードにもなるもんな。よし、まず黄色サイドをちょっとずつ潰していって、青サイド濡れる体勢作っていってあげよう。おーし、よしよしよし。もう一人どこ行った、分からへん。もう一人がどこにいるのか分からへん。無駄に打っちゃったな、スペシャルがちょっともったいなかったかもしれん。ナイス。いや、そのホッケーが強いんよね。前、あぶねえ、危ねえ。ローラー落としたのでかいんちゃう、でかいんちゃう。頑張ろうぜ俺たち、俺たち、俺たちで勝とうぜこのゲーム。あと6秒、あと5秒、3秒、ごめん落ちた。どうなる、どうなるこれ。いや、これはさすがに勝てへんかったか。惜しい、惜しい。泣いても笑っても最後のゲームです。アッキーのファンおるわ。行くぞ。今時間が、20時58分。時間的に最後、これ勝って終わろうぜ。これどっちやったっけ、アホって、グーか。グーやな。グーだろうがパーだろうがやることは変わらん。ナイス。前出るわ。それ。シールド貼ってあげて。シールド貼ってあげて。いやー、ま、ライドが、ライドが強い。ライドいっぱいおるやん。3人おるライド。いや、このさ、スプラトゥーン3、マジでライド強いんよね。てか、気づけん、ぶっちゃけあれ。ナイス。まあでも、武器の射程が短いから、え、倒してる。なんで？ほんまの戦場カメラマンやん。なんもそらへんで、今。今のところ。今のところ何もしとらへん。でもピンチなっとるわ。飛ば、いや飛ばない方が良さそう。普通に行こうか。ここでやられたら元も子もないからな。いやなんかね、結局のところ最後の1分半ぐらいで逆転されんねんな、負けた場合。それが怖いよね。いやなんか大丈夫、1すごいところあらへん。すごいところ、だから相手の陣地の方が早ない。敵がリスポーンする速度が速そう。いや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 、スペシャル打っとくか。打っときますね、打っときますね。僕ここら辺でアシストしときますね。おとなしく塗っときますね、皆さんのために。帰ってきた時のために塗っときますね。来た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 、ナイス。え、大丈夫このゲーム。俺ほんまに何もしないけど。よし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 、ちょっと活躍しときます。ここら辺で塗っときます。でヘコヘコしとくわ味方に。あと1分。なんか今 M あった気がするよな。あった気がしたのに、もったいない。攻めます、ここ攻めます、飛びます。あと50秒、このフェス楽しめるのもあと50秒。北斎が、北斎が落ちた。さよなら北斎。プロモデラー、いやプロモデラー3人ってやっぱきついんかな。まあ、射程短そうよね。後ろの方から撃っとけば、後ろの方から撃っとけば、よいよいよよいのよいよいよいっつってな。オッケー、いいんじゃない。ちょ、撃て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 、撃てるもん全部撃て、出せるもん出し尽くせ。楽しめるのは次9月やぞ。よし、ラストゲームにふさわしい最後締めくくれるんじゃない。ちょ、これ勝ちたいよね。いや意外とさ、サメライドがさたまらんからさ、案外、え、でも
思いのほか接戦もしかして、あそんなことない、最後の最後にやってくれた、オッケースプラトゥーン3前夜祭ファイナルゲームいいんじゃない、いや良くない、もしかしてどう、おー意外と、いやこれさ上級者の人はさ、いやこれこっちの勝ちよみたいなこと言ってくれんねんけどさ、わからんくない、一目見ただけやったら。うーし来たぞ、 S 終了じゃい、えいみんなお疲れ様、まあ俺はチョキが一番強いと思っとるけどな、ほんでどのチームが勝ったん、えいえい今から試合受けするみたいだよ、結果発表までもうちょい待ってね、今はこんなところやな、えいそれじゃあこれにて落着、ほな解散、え今出えへんの、あれ今出えへんの、えフェスの結果って今出えへんの、あかんみたい、まあええわ、というわけでですね、自撮りしとるわこの人、俺も見せ載せてや俺も映らせてや、まあ、というわけでですね皆さん、スプラトゥーン3の前夜祭お疲れした、次は9月の製品版でお会いしましょう、バイバイ、将棋勝っててほしいのー。